よいしょ、気持ちよかったね。気持ちよかったね。ここは、まあ、温泉は温泉なんだね。そう、はい、まあ、温泉の部分狭いけどね、うん、でもまあ、まあ、でももう普通に気持ちいい。寝湯が最高。ああ、そこね、寝湯、寝湯入った？入ったよ、入った、全部入った。俺はね、あの海水風呂、露天風呂、あれが塩だからさ、体が浮くんだよね。顔見ちゃってさ、うん、目がってなった、ちょっと。いや、本当眺めも最高。最高ですね。いいんじゃないですか、これはこれで。これちょっとリピしたいわね。うんうん、今からですね、はい、どこ行くんだっけ？視聴者さんおすすめのお店にまた。そう、今ずっとまあ、見させてもらってて、で、まあ、たまたまちょっとここにいるとこから近いっていうのもあって、はい、梶間屋さん、はい、でその方が言うには、うん、私はかのかよりもこっちの方がいいかもしれないっていう、多分釜揚げうどんやな。ほほ、うん、釜揚げが美味しいと。なるほど。なかなか私らも今かのか以外で釜揚げ食べないじゃん。そうね、うん、そうね、たまにはちょっと、いや、今ちょうどね、釜揚げっぽい気分でしたのよ、私。気分でしたの、はい、あ、そうなの。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。行ってみましょうよ。行きましょう。で、まあ、今日これを食べたら、うん、もううどんを基本今日はおしまいということで。うん、まあ、でも、うん、今、うん、お風呂入って、うん、ちょっとお腹がさ、まあね、うん、余裕あるよ、まだ余裕あるよね。まあ、それがうどんなのか、夜ご飯なんかまで待って、ちょっと違うものを食べちゃうとかっていうの、ね、それを思うといつもほらもうポンポコリンで夜を迎えてたから、うん、まあ余裕持たせてもいいんじゃないですかね。あと600〜500メートル、この道沿いですか。ですね。ほうほう、全然ここもノーチェックですね、うん、面白いね、やっぱノーチェックのとこ行けるっていうのは、うん、そうね。あ、うどん準備中になってませんか。え、ほんと？あれ、なんで？もうおしまいってこと？まさか。うん、あ、終わったよ。終わっちゃった。うん、うん、あ、どっちも準備中、それはもう間違いじゃないね、うんうん、なんと、早いね。早いね。じゃあやっぱ人気なんだね。人気だね。残念でした、梶間屋さん。残念でした。もうすでに12時50分ですけども、はい、すでにもう終わってました。はい、早い。まあ、でも、これ行かねばいかんという店は分かりましたので、うん、分かりましたね。次回ちょっと早めのタイミングで行きたいなと思います。はい、でっかいとこね。山吉サブン店。あれ何店舗があるんだ。あるみたいだね。うん、ちょっとね、確かにあのチェーン店っぽい形してるもんね。ただ評価見るとやっぱ結構美味しい。ほうほうほう。うん、いや、いつもあそこ空いてる時はいますよ。ね、いるもんね。ああ、うん、いい機会ですから行ってみましょう。行ってみましょう。ちょうど今ね、お腹がこなれてきたんで。はい。あれや、なんかコンビニを改装した系のみたいな雰囲気だよね。あれだな。いるよ、やっぱお客さん ね。まあ車が止めやすいのもあるけど、トラックも入るしね。うんうん、こちらです、真正面。ようやく来れることになりました。はい、参りました。参りました。なるほどね。はい、こっちの方に止めさせていただきましょうかね。フェンス注意。まあ、ここならまとめて適当に止めればいいでしょう。はい、裏よ、山吉さん、うどん山吉どん、セルフうどん山吉さんです。結構車止まってるよね。もうお昼終わってる時間ですけどね。優しい味に真心を込めて、喜びいっぱい、ご縁いっぱい、信頼の道しるべ。すごいなこれ。うん、行こうか。本当だ。まずお盆、これね、これ何しようかな。俺ね、今日肉うどんとか食べたくなってたんだよね、ちょっと。肉うどん。いい感じ。かけうどん。に。レンコ。あ、おいしい。なんでやな。
なるほど。うどんに、うわ、これツヤツヤ。なかなかいいんですよ。ね、天ぷら。水を食べていいよ。いやいや。ここはさ、やっぱりこれいろんな何有名店、観光客に対する有名店がさ、ある中、いつも働く人たちのためにしっかりとあるお店で、でちゃんと美味しいのよ、そうね、っていう存在のお店だよね、だから全然俺たち言ってもうまいんだよ、普通にあ美味しいって、あなたの肉うどんね、かなり好み、はい、そうね、そうね、味があんまし甘くなくて、味付け結構しっかりしてるけどね、でもうまいこれはうまい、あとね、レンコンが大きかったのがめっちゃ嬉しい、レンコン好きにはたまらん。はい、はい、いやだからまあここは本当にもうずっと定番のものを、こう何日々毎日重ねて出すお店と、いやまあうどん食べたいなってなったらもうすぐここがあるんだよっていう感じ、朝からね来てね、はい、10万と18キロになりました。お10万キロ行くところを見るのが楽しみにしてたのに、超えちまったよ、あっという間に走ってる間に超えちまったんだよ。私いつもすごいあなたのために毎回頑張ってたんだ、8万8800とかさ、だろう、見た時にはもう超えてたんだろう、そっか、ショックだよ、しょうがないね、